はい、今日は7月21日土曜日朝の6時半ですね。6時36分です。寝てる間にね、なんと800円稼げました。なので、振り返りたいと思います。FX ですね。 FX で、寝てる間にね、これ約定履歴です。約定履歴ね、これです。844円、これです。ドル円、ドル円ね、2000通貨です。2000通貨ということは、ドル円の2000通貨ということは、だいたい元で1万円でできますね。1万円弱でできる取引です。その辺説明してるところあるんで、これクリックしてみてください。はい。で、高い時に、安い時に買って高くなったら売るみたいな、そういうのが FX なんですけどね。逆にね、安い時に売って高くなったら買い戻すみたいなこともできるんですけど、今回はそれですよね。高い時に売って安くなったら買い戻す、そういう感じの取引をやりました。で、入ったのがね、昨日の夜10時なんですよ。昨日の夜10時ね、21時55分って書いてるでしょ。これが入ってた時で、で約定されたのが今日の朝5時49分です。これ自動決済でやってます。自動決済でね、はい、その部分に行ったら勝手に約定されるように、設定して昨日は寝ました。で、40ピップス、44ピップスなんですけど、これ利益が844円です。寝てる間に844円稼ぎました。なので、その辺振り返りたいと思います。これが、チャートですね。これ4時間足。こういう時はね、間違いなく入るっていうところで入りましたね。昨日の10時なんでね、入ったのがね、大体、昨日の10時言うたら、これ4時間足、2時間足で言ったらどうかな。はい、昨日の10時と言ったら大体ここです。ここ昨日の10時と言ったら、見えないな、22時ね。はい、ここです。ここはい。なのでここですよね。この辺で入った形です。この辺で入った形ですね。はい。で、分かりますかね。分かるかな。これちょっと横にしました。ここズドーンと上がってるでしょ。ズドーンと上がってるんですよ、過去にね。こうそれまで少しずつしか動かなかったものが、ここだけすごく目立ってドーンと上に上がったところがあったんですよ。で、こういうところはここを割ったら、逆にここまでストーンと下がる可能性が高いんですよね。行ったら戻るんですよ。行ったら戻るから、ここまで取ったんですよね。だから、ここまでも、この部分を取ったんですよ。この部分、ズドーンと上がったから、ここを入った時にズドーンと落ちるだろうなと思って入ったんですよ。そしたら見事にここまで行ってくれましたね。もう少しすんなりすっとんと落ちてくれるかなと思ったんですけど、まあまあ、ほんでもね、まあ、しっかりここまで落ちてくれました。わかりますかね？わかるかな？だから僕の場合はズドーンと上に上がったら、そこに入ったらズドーンと下に落ちるっていう風に、そういう取引をしてるんですね。こういうところ、ズドーンと上に上がったら、ここに差し掛かった、ここに入ったらスタートしたんですよね。ここに入って、ここの部分に来たらもう自動決済されるようにして、昨日の夜寝たんですよね。で、今日の朝起きたら、5時49分にね、約定されてました。これ、だいたい40ピップスです。40ピップス。で、2000通貨で、取引したので、利益は約800円です。寝てる間に800円ね。はい。なかなかいい取引だったと思いますね。だから昨日の夜、はい。もうこの辺とかストーンと落ちてるでしょ？昨日の夜10時って言ったら、昨日の夜10時といったら、昨日の夜10時。
はい、昨日の夜10時といったらこういうこと、こういうところだったんですね。こうズドーンと落ちた、ここをサインに入ったんですよ。ここをサインに入って、で、あの30分足で見たらわからないけど、もうあの過去にはね、ここの部分はストーンと上に上がってるんですよね。上がってる部分なんですよ。もう30分足で見たらわからないので、あのちょっとできるだけ長い時間足で僕は見るようにしてますが、ここがだいたい10時なんでね、ここがだいたい10時なので、ここで入った感じです。ここで入った感じです。で、約定したのがここです。11時40ね、111円40銭。はい、この辺で約定した感じです。この部分取りました、この部分ね。はい、だこれで見ると、あれ、あのちょっとなんかわからないかもしれないけれど、4時間足みたいな、これ30分足なんですけど、こう4時間足とか2時間足とかで見ると、ここの部分がいわゆるここなんですよね。はい、前回ストーンと上がってるところ、ズドーンと上がってるところを割って、でこっからここまで取ったんですよ。はい、だからあのこうストーンと上がったところは壁がないって考えるのが一つのルールですね、僕の中でね。はい、はい、というわけで、昨日寝てる間にポジション保持期間はだから夜の10時で入って朝の6時5時49分ほとんど6時と考えて、11、12、1、2、3、4、5、6、ポジション保持期間は約8時間ね、約8時間で、40ピップスで利益は800円取りました。はい、今回は鉄板ルールではないですけれども、こういう時もね、こうズドーンと上がったらズドーンと下がるっていうね、そういうところで入りました。皆さんのチャンネル登録が僕の励みになります。もしよかったらここクリックしてチャンネル登録お願いします。